先生は何も考えずにですね、自分の書きたいものを書いたらめちゃくちゃヒットするというですね、何か未だに書いてますし、未だにアニメ化されてる恐怖の作家なんです。だその最強の漫画家って何かっていうと、あの当時のジャンプ作家が全員嫉妬と絶望と希望と、とにかくあれすげえよ、あんなの書けねえよって思ったの、なったんだっていうですね。 えー、ペンシルバニアさん男性20代今度は20代ですねはじめまして、えー、配信いつも楽しく拝見させておりますありがとうございますい拝見させておりますか、えー、僕は高校生の頃から趣味で小説を書いておりかれこれもう7年ぐらい投稿サイトで作品を書き続けてるんですがすごいね7年ってすごいねここ数年めっきり作品が見られなくなってしまい,しま,いました。 二次創作や R18 ものを書いた頃は、いろんな人に反応をもらっていたのですが、オリジナルのミステリーを投稿するようになってからは、いろいろ宣伝しても、月に二三程度しかコメントがもらえず、どうも伸び悩んでいます。ああ、わかるね。うーん、わかるわかるうん、えー。僕はもっと自分の作品を他人に見てもらいたいです。そうだろうね。えー、そういった時こういった時は、どうすれば作品をもっといろんな人に読んでもらえるのでしょうか。岡田さんのご意見を聞きたいです。 あーあなるほどね今あのちょっとコメントあったんですけどオリジナルはイラストがないときついってがあったんですけど確かにそうですよねイラストなないいいときついかわですね。うーんまあすごい当たり前のことを言うんですけども他人に見てもらいたいと思うんだったらみんなが見たいと思うものを書かないとダメですよね。あのこれは小説に限らず漫画でもイラストでも YouTuber でもですね あのもしくは飲食業界であろうと家電でも同じだと思うんですけども、ついつい作り手があって、自分が思いついたもの、独自性のあるもの、俺が面白いものっていうのを出したがるんですけども、まあそれを出して一発でヒットする場合もあるんですよ。まあもう筋肉マンみたいなものですね。ゆでたまご先生っていうのは、なんで当時のジャンプ漫画家からあんなにゆでたまご先生が恐れられてたのかというと、みんな苦労して自分の描きたいものと、 小学生の読者が読みたいものを合わせるわけですよ。みんなあの漫画家として、もう本当に。 二十歳超えて30超えてるっていう作家もジャンプにあっいっぱいいるわけですね下手したら40超えた人もいるわけですよ。でその人らが小学生の感性に合わせるのすごい難しいんですけどもゆでたまこ先生は何も考えずにですね自分の書きたいものを書いたらめちゃくちゃヒットするというですね何かいまだに「筋肉マン」に書いてますしいまだに「筋肉マン」アニメ化されてる恐怖の作家なんですよ。だかから、らそのの最強の漫画家って何かってて何いいい、うと、僕らはついつい センスの塊とか、知性の塊のような存在を考えてしまうんですけど、違うんですよね。天然の塊なんですよ。<laughs> 「ジャンプ」においては出川さんのような漫画家が最強であるっていうのが分かってしまったのがあのいわゆる「ジャンプ黄金時代」の恐ろしさだと思うんですけども、まあ、だからそのみんなが見たいと思うもの何、まあ、でこの話をしたのかというとあなたがそのゆで卵なら問題はなかったのにねっていうことですよ。<laughs> 自分の描きたいものを描いたらそれがみんなと一緒っていうですねなんかそういうふうになったんですけども。 あのー、基本的にはやっぱ商売のポイントっていうのは欲しがってる人多いけど提供する人が少ないっていうところにいくことだと思うんですけどねプロの作家っていうのはみんなそれやってるしそこに自分を合わせようとして苦労してるんですけどもなんか自分の書きたいものだけを書いてそれで商売が成り立つ人なんていうのは本当に一部ですよ。今あのー コメントで「じゃあマカロニほうれん草は?」ってあったんですけどだからマカロニほうれん草の,あの人は書けなくなったじゃないですかそんなもんなんですよ <laughs> ゆでたまご先生かけてるじゃないですかいまだに恐怖ですよ本当にすごいよ <laughs> あのー、なのでですねそのまあまあオリジナルのミステリー作品が読まれないのはペンシルバニア君だっけペンシルバニアさんのですね 作品に、まあ、あのはっっきり言って魅力が少ないからだと思うんですよ魅力なり引きが少ないでだからイラストいいイラストをつけたらっていうふうに言われるのはそこだと思うんですけども、まあ、じゃあどうするかというと方法2つあって、まあ、1つ目はですねオリジナル作品の面白さを今の何倍にもしてあのみんなが読みたくなるようにするという成功法もあるんですけど2つ目はそのみんなが読みたがる二次創作とか R18 小説を 描いてるふりをしてその中にですねオリジナル要素をどんどん混ぜていくと。で二次創作とか R18 作品の中でそ共通するモチーフや共通するキャラクターを出してああんかあこれがペンシルバニアの作品の特徴なんだとかペンシルバニアの作品ではこいついつも出てくるねとかどの作品にも全部登場してくるあのキャラクターいいよねみたいなものを作るぐらいしかないというかプロがもうやってるのこれなんですよね。編集部から頼まれた。 あの引き受け仕事みたいなものの中にオリジナル要素を入れていくとそれがそのうんとねまああの僕のゼミでもですねあの社会問題を語るふりして SF 語るというのをやるじゃないですかあれと同じです僕もやってるのでですね僕も超天才ではもう全くないのでですね普通にですね自分のやりたいことをですね混ぜて話しているわけです。 荒木弘彦先生のです、ねえー「漫画術」彦の漫画術ですね「荒、え、木、ー、ジョジョのあの不思議な冒険あ奇妙な冒険」で有名な荒、ね、木先生がです、ね、漫画術というのを書いたとでこれがジョジョは僕自身はジョジョは王道漫画だという自信を持って書き続けてきました一見異色に思えてもジョジョのどういうところがなぜ王道なのかこれから具体例を挙げながら解説していきたいと思いますということでですね。ね、ま、す、あ、すごいい面面白いです面白でさは 漫画家がね漫画論とか漫画術を書くっていうのはまあよくあるんですけども絵の技法とかストーリーの組み立て方っていうのからですねテーマの作り方テーマの立て方でそれを「ジャンプっていう少年漫画の枠の中でどういうふうに書くのかっていうのを現役のですね、少年漫画のトップに立つ一人が書いたというすごい珍しい本ですね。普通、こういうい本って、 中途半端にしか成功してないやつが書くかまたは大成功しそれがですね荒木さんの場合はですね今もまだ現役で書いてる人間がですね、えー、どうやってこのふうに書くのかでどういう場合編集者から没を出されてそれはどういうふうに直さなきゃいけないのかっていうのを書いてると。でこの中で 基本で流れてる一つにですねゆで卵に対するです、ね、ライバル心というかです、ね、<laughs> 嫉妬があるのがです,、ね、すごくてですね <laughs> え荒木博彦とゆで卵が<笑><笑>ってうでゆで卵先生は16歳でデビューして俺は二十歳でまだとかっていうのが延々書かれててです、ね、そこがもう面白くて面白くてしょうがなくてどんなにあのゆで卵 の筋肉マン』というのがです、ね、実はあの当時同時期に掲載していたジャンプの漫画家たちにとってショックだったかっていうことこですね。だから僕ら「バックマン」という漫画を読んだらその中に出てくる「クロウ」という漫画を書くです、ね、天才漫画家いるじゃないですか高校生でデビューした漫画家あれを見たらです、ね、僕らついついあ,あれワンピースの小田さんのことだとかです、ね、そういうのを考えてしまうんですけどそうじゃなかったんですね。あのの当時のジャンプ作家が全員、と 絶望と、希望と、とにかく、あれすげえよあんなのかけでよって思ったのは、ゆで卵だったんだっていうですね、意外な事実がここでわかるっていうのがす、ね、面白かったです。